猫から排泄されたコクシジウム類のオオシスト。2個ずつ含まれているのがスポロブラストで、これがスポロシストに発育する。ホウシムシは原生動物の古典的な4分類の一つで、運動期間、接触期間を持たず、胞子を作って増殖する原生動物の総称である。運動能が限られていることから、全てが寄生虫であると考えられ、 特に宿主の細胞内に寄生するものが多い。放子中としてひとまとめに分類されてきた生物群は現在は非常に多様な系統に属していることが明らかになっており、一つの分類群として取り扱うことはない。ただし現在でも放子中という名の若干定義の異なる分類群を使うことがある。本校では放子虫に関する認識の変遷を解説するに、 とどめるので、生物の実際については、末尾の対応表から書く分類群の項目を参照のこと。文献上初めて認識された、ホウシムシは、おそらく1674年に、レイウェン・フックが、うさぎの単純中に観察した球体で、うさぎ韓国シジュムだったと考えられている。一方、初めて正式に命名された、ホウシムシは、1826年に、昆虫学者、 レオン・デュ・フールによってハサミムチから発見された、グレガリナ・ルイ・グルゲレナ・オーバタ・タディフル、1828で、これを機に、グレガリナ・ルイが続々と記載されるようになる。当初は特殊化した宮中の一群だと考えられていたが、1845年に解剖学者、アルベルト・フォン・ケリカーによって、原生動物門に移された。国史ジウム類ははじめグレガリナ・ルイの一種として記載され、 後に区分されるようになった。放肆中という分類群は、1879年に、寄生虫学者、ルドルフ・ロイカルトが、グレガリナルイとコクシジウム類とを合わせて設立した、ものである。19世紀末に、オットー・ビュッチュリによって、原生動物の古典的な4分類が確立された、時には、原生動物門ムシズナに3アコウが置かれていた。これはちょうど、 マラリア原虫が発見された時期にあたり、この後、充血放子虫類や微放子虫類、放射放子虫類、略放子虫類といった分類群が認識されるようになった。20世紀初頭の分類体系は、放子形成の様式に注目して、万生放子虫と和脂放子虫との二つに大別するものだった。万生胞子虫は、細胞の成長が止まった後に、細胞の外縁に、 胞子形成細胞が生じるもので栄養体は単核である。一方、創生胞子虫は細胞の内部で胞子形成が起きるものであり、例外はあるが栄養体が高くで細胞の成長と胞子形成が同時に起こる。この区別は根本的な系統の差だと考えられ、1910年代にはすでに胞子虫は規制適用による修練によって、 認識される外形的な分類群だと見られていた。なおこの頃までは微放ム虫は、粘液放子虫の中の暗黙として考えられていた。粘液放子虫の放子が持つ極能は、極糸という長い糸が螺旋状に入った袋状のもので、見かけは四方に似た極めて特徴的な構造である。そのため、20世紀初頭から極能の有無を分類に用いる意見があり、 次第に極脳法コムシ類という分類群が受け入れられるようになった。粘液シム虫の法師が極脳を含む複数の機能分化した細胞からなっていることから中性動物のような中間的な生物だと考える。向きもあり、極脳法コムシは法師中とは全く別系統の生物だと認識されるようになった。1960年代になると、 粘液放射虫や放射線放射虫の極意とは、ただ、宿主の消化管壁へ付着するためだけの機能であるのに、対し、微放射虫の極意とは、宿主細胞への侵入経路として使われることから、これらを相動とみなすべきでないという批判がされるようになった。この立場から微放射虫の極意とは極感と呼んで、区別され、次第に微放射中と粘液放射中とを分けて、考えるようになる。 なお標中にある螺旋法師虫は、ヘリコスポリジウムパラシティクスウムキーレン、1921という一種のみを指す語である。これはごく糸のような螺旋状の構造を持つが極く能と呼べる構造を持たない、得意な寄生生物であり、1931年に、一旦は極く能法小虫類に含められたが、1970年以降は、過当な菌類だとみなされたり、 一不祥とされたりするようになった。21世紀に入ってから培養が可能になり、分子系統解析の結果トレボークシア、モズナの緑層、プロトテ家族と極めて禁煙な寄生層類であることが判明した。1950年代から電子顕微鏡による微細構造の観察ができるようになると、新たな多様性と共通性が見出され、分類体系にも影響を及ぼすようになった。 最も重要なものはアピカルコンプレックスの発見であり、これを持たない略放肢虫類が放肢虫から区別されてアセートスポラ類が建てられた。また1960年代から1970年代にかけてトキソプラズマ属やサルコシスティス属などの生活感が解明されたことによって分類体系が整理され、重肉放肢虫類のほとんどはコクシジウム類とみなされるようになった。 すでに述べた通り、微放脂中と粘液放子虫も分離されたため、かつての放子虫綱は系統を意味すると思われる4つの門に解体されることになった。1980年代以降、分子系統解析によって系統関係を実証することができるようになり、ここに示した体系はその後の検討によって若干の変更を受けている。パーキンサス綱は、 アピカルコンプレックス類似の構造を持つことから、放射ウと共にアピコンプレクサモンにまとめられたが、系統解析はむしろ渦弁網ウとの近縁性を示したため現在では含めないことが多い。アセトスポラモンについては、会議的な意見が強く、略放射ウ類とパラミクサ類に分けて取り扱われることも多い。分子系統解析からは、少なくとも略放射ウ類は、 ケルコゾアモンに含められることが分かっているが、パラミクサ類については解釈が分かれている。放線放ム虫は、粘液放ム虫の生活感の一部であることが判明したため、現在では放線放止虫類を分類群として用いないことが多い。ありがとうございます。